そう、それでは続けていこうと思います。なんとびっくりですよ。サフ吹いてってパーッと気づいたのが、なんとこんなところに女の子なら可愛いけどプラモなら可愛くないエクボがあります。まあ言ったぜ、両方あるよ。ほらすげえよね、べっこりある。ということで可愛くないので埋めるイージーサンディングを使ってやっていこうかなと思います。パテでもねいいと思うんですけど、私はこちらの方に慣れておりますので、使うのはイージーサンディングとですね、いつものガイアノーツクイックハートスプレーですね。こちらを使っていこうと思います。大容量 220ml、 これ結構安いからね、好きなんだ。よし、やっていくぜ、いくぜ、やっちゃうよ。でまず開けまして、このところにもう熱の変化でちょぽんとこうね乗っけて、こちらもちょぽんとこう乗っけて、これだけですと思うんですが、どのぐらいのね範囲かちょっとわからないので、今のこの瞬間接着剤ですがあるんですけれど、ちょっとこう爪楊枝でこの辺少しこう伸ばしておきます。こうやってちょっと広範囲に、もちろんねエクボのところにはかかるんですけど、こうやってちょっと伸ばして範囲を広めておいて、だから一滴一滴ぐらいで済むんですけどね。でこの状態になってから、爪楊枝を捨てて、クイックハードスプレーでこれでこうねちょんと、よいしょ、こっち側もよいしょ、やーい、以上終了でございます。見てこれだんだん黄色いでしょ、黄色いでしょ、黄色いでしょ、これだん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 ね、この反応がなくなってくるとだんだんほら透明になってきて、透明になってきて、あ、いい透明になったわ。面白いねこういうのね。でどんな感じかなって触ってみると、もうこの結構固まってる。あー、いいね、こっちはもう結構固まってる。まあクイックハードスプレーでね結構固まるの早いんですけど、でもかといってじゃあ今もうすぐにね次の工程入っていこうかなっていうと、意外とそこまでね芯まではまだ固まってないので、このまま寝かしておきます。あー、もう固まった、いい感じ、いい感じで、その間ねどうするのと言いますと、まあやることね、一応さ今ねモールドのチェックとかもしてたの、こうやって見てて、なんかねこもごもと見てたらさ、そうしたらエクボを見つけてしまったので、まあ、こういったところとかなんかね、今回ね割とねもうモールドがさはっきりとでかくて、深くする必要あるかなっていう、あ、これもう切れないな、あ、こっち切れる。モールドね、まあいらないかもしれない、掘り直しが。全体的にねもうグバッと入ってんの、幅広く。だからねあんまりこの辺とかさ、ちょっとここってねよくどんなキットでもそうなんだけど、あんまり入ってないことが多いから一回こうやってさらすんだけど、でもこうやってやってってもさ、モールドはっきりしまくってんだよね。まあこれいらないだろうな、幅が広すぎて、モールドの変にねこういう風にやっちゃうと、そのモールドの中にモールドがあるっていうような状況を生んでしまいそうなので、まあ今回やめとくか。かなり広いのよモールドが。見てここのモールド、ほらね、がっつりあるでしょ。でその割にはここは浅い。この差はなんだ、ここだけちょっと入れといてあげるか。お分かりの通り、いつもだとさ歯医者さんみたいなやつでやるんだけど、いきなりこういうね形のやつでこうできるぐらいはっきりあるの。いつもだとねこう滑っちゃうといけないからみたいな感じでさ、モールドの立て直しは順番に追ってやっていくんですけど、いきなりもう深いのでできちゃうぐらいはっきりありますね。ただちょっとここは少し薄いかなっていう気はしたんだよね。でこんな実写を見たことないから分かんないんだよな。アウディに今日置いてあるのかな、かといってアウディに行ってこの車見せてくださいとか言って言って買う気のねえやつに用はねえとか言われそうだしな。
でしょう。よいしょ。こんな感じでどうでしょうか。今はそうでもないと思うけど、他の車メーカーでね、結構そういうのあったみたいよ。買う気のないやつに全然本当にね、見向きもしない、いらっしゃいませもないみたいなさ、あ誰か来たなみたいな感じのさ対応で、もう服装を見て判断するらしいね。今はそうでもないらしいんだけど、まあ、あるところ結構ねひどい話聞いたりしたの、噂とかでね。なんかそっからちょっとそのメーカー嫌いになっちゃって、いい車作るのにさとかね、誰もが知ってるその車メーカーとかでも、売れるって分かってるから全然なんかこう、ああしょうがないな売ってやろうかみたいな、まあ、そこまではっきりは言わないけど、そういうね対応してくるメーカーもあったんだって。デーラーもすげえと、まあ、確かに売れるけど個人的にはあんまりいい車出してねえけどって思いながら、まあ昔そこで車買ったけど、ディーラーは違うけどね、その場所はね、そういう店もあったんだって。いいよね、黙っとっても売れるっていうのは一番いいね。ちょっとモールドの均等さが違う。よし、こんなね綺麗になった。いやエクボはびっくりだったわ、ちょっとマジかって思ったもん。結構ここにもなんかこうモールドが止まっちゃってる、解放してあげないと。よし、ここもそうだけど、まあここは触らん方がいいな、変に触るとなんかおかしなことになりそうだ。こんなとこか、モールドの幅が右と左と違う。見てこっちめっちゃでかいのね、だけどこっち見てまあまあ普通、まあこれが理想なんだけどね、このぐらいでいいんだよ。よし、これで乾いたら1日一晩寝かせておいて、それから次やっていこうかな。じゃないとちょっと心配かな。まだ中は柔らかくてさ、気になるのはやっぱりやったはいいけど、次の日になったらさ肉痩せしちゃってきてみたいな、そういうのがね一番困るの。ただこのイージーサンディングの場合だとあんまりそれがね少ないからまだ安心なんだけどね。ちょっと待って、掃除機で、こんなことやってる間にね、まだ例えばさ週末モデラーさんだったりするとさ、やることねまだ時間あるから他の作業もやりたいよっていう方ね多いと思うんですけど、ということでね、まあこの中で例えばさ他に進めていこうと思ったら、昨日ね、昨日しか前回やったところのこちらですね、こういう感じ、黒いこれも黒でツヤありのねやつをやっていかないといけないので、塗装していかないといけない。これでここね、ここもそうだけど、この下の方は多分セミグロスじゃないかな。あとミラーはツヤありだね。これもトップコートかけなきゃいけないよ。下のサイドのところはどういう感じになってるかなっていうの。ああ、ちょっと眠たいな。なんかぼーっとするわ。こうやってみると、あれ？これこのままか。あ、一体だ。じゃあ別にいいわ。普通にブラックで塗れって書いてるからまあ別にいいか、このままでいいや。じゃあ結局これとサイドミラーだね、サイドミラー、あと天井も黒く塗るからサイドミラーをとりあえず探そう。サイドミラーはこちらですね、こちら65と67、こちらを切り出していこう。よいしょ、あ飛んでたかと思った。よいしょと、でこちらもよいしょ。これはいいね、ここを掴んで塗装ができるからね、楽ちんだね。よ
実写のね画像検索したの。何色にしようかなと思って、なんかこのまま教科書通りのね色で塗るのかな、面白くねえなとか思ってさ、せっかく自分で塗装するんだったら個性出してえしなとか思ってさ、だったらと思ってちょっとネットでいろいろいろんなカラーのやつをね調べようと思って、まあ一応決めました。あ、これで塗ろうみたいなね。一番こいつに似合う色ってなんだろうとか思ってね、これもちょっとサフ吹いてこう綺麗にした方がいいな。ここのパーティングラインとか非常に気になるわ。ただここって別パーツ感、いや違うな、ここ一体パーツ感にした方がいいな。ちょっと下せないところがある。これってサイドミラーにウインカーがついてたりとかしてないね。柄だな。じゃあいいや。まあなのでこいつもね白サフ吹いて1枚めくって綺麗にと思ったら、なんとこれエクボどころかもう穴が開いてる。見てほら見える、これここすごいでしょ。このこれねもうねブラックホールだね。もうこれ吸い込まれそうなぐらい。これもちょっとやっといたろか、もうこの時点でやっといたろ。うわまさかのびっくりだわ。これさ見えなくはなっちゃうけど、こうやってペタってつけたら内側やめとくか。いやどうせこう1枚落とすとかっていう工程やるんだったらまあやっとくか。ポンとこれで OK。 とりあえずこいつは OK。 これねほらまさかこんなところで、こいつも今この手で握っているとこのね指紋の跡が残るんですよ、イージーサイドって。だからもうここでねこうクリップとかこうやって加えちゃったりなんかしちゃったりして、でじゃあこのスプレーでよいしょ、これでこうやってねやってやると、これでまあ順番順番乾いて、これこのまま放置しとこう。もう一箇所最後あのポルシェ乾かねえかな。はい続きやりてえな。マジキ完成だからね。なんで捨てちゃってよ、あのさっきあのなったっけ、あ中に空気入ってる。そう これを避けたかったからさ。あまあでもいいか、こんぐらいの空気だったら穴にはならんな。いやもうちょっとやっぱダメ、爪楊枝なんかケチったところでしょうがねえで。ちょっと気に入らないよ、空気を出すけど出ない。あちょっと足りないか。いやそんなことないか。いやへこんでるな、足りないな、もうちょっと乗せよう。オッケー、これでオッケー、さすがにオッケー。空気も多分抜けてる、抜けてねえか、抜けきれんか。まあいいや、この辺にしとこう。爪楊枝っぽいだ。で今と同じようにまたワニ口クリップでこの辺を加えておいて、ウィックハードスプレーでチュイチュイチュイと促進、効果促進。うんまあいいでしょう。よしで放置という感じでやってたらまあまあいい時間になってきたのでね。そうあんまりねダラダラ長い動画撮るのもなあれだなと思って。じゃ意外とさそういうこと言ってるとさ、もうちょっと見たかったとかさ言ってくださるね、神様のようなね視聴者さんが多いんでね、助かりますわ。ありがとうございます、いつも見ていただいて。他にエクボねえだろうな、大丈夫だろうな、さっきのボディも大丈夫だろうな。こっち側にあるってことはこっち側にも、うーんない、多分ない。そうさっきもねこのモールドチェックしてる時に見つけたんだよね。意外とこの辺はねモールドなしでこう綺麗な感じになってるけど、ここにこんなところに落とし穴があるとはって感じだったな。以上ということで、こっからはとりあえずねまだね、例えばこうね週末モデラさんだったりすると時間がねあるからね、今見てる通りこんな十何分しか使ってないからさ、ね、もっとやりたいっていう方いると思うんでね、まあ、参考になるような感じでまたどんどん続きができね、こんな風に時間潰してやってますよっていうところにお見せしていけたらなと思います。ということでね今日はこんな感じなんですけれど、最後にサムネのねあれだけを取ってね、こんな感じでこんな感じでこれ白くね発火してきちゃってるね、他の瞬間接着剤と一緒に入れちゃってるから。エクボ消し、エクボ消しでございます。ということでね今日はこの辺でダーマター。